ドローンは無人航空機またはオスバチという意味があるんだって。プロペラの回転音が蜂の葉音のようだったからこのように呼ばれるようになったとも言われているな。無人航空機または無人飛行機を国際的には、英語で UAV アンマンドエイリアルビークル、国際民間航空機関 ICAORPAS、リモートパイロティドエアクラフトシステムズ遠隔操縦航空機システム、アメリカの連邦航空局では UAS アンマンドエアクラフトシステムズ無人航空機システムというね。UAS は無人の航空機と地上からの誘導装置及びその関連装置を合わせたシステムを指しているぜ。ドローンって男のロマンが詰まってるよね。そうだね。さて今回は、アメリカの攻撃型無人航空機について解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。以前はドローンのことを飛翔体を強調して UAV と呼称する場合が多かったんだけど、機体単独では意味をなさず、地上装置や通信を含めたシステムを強調するため、UAS という呼称が使われるようになったみたいだね。ちなみに攻撃型無人航空機は UCAV アンマンドコンバットエアービークルだぜ。無人航空機をアメリカ国防総省は、人間のオペレーターを乗せていない、空気力学的力を使用して機体が揚力を得て、自律的に遠隔操縦で飛行することができ、消耗前提でまたは回収可能であり、基地的または基地主的なペイロードを運ぶことができる動力を備えた航空機である。弾道または半弾道機体、巡航ミサイル、及び砲弾は無人航空機とはみなされない、と定義しているよ。また、攻撃型無人航空機は、目標撃滅に特化した兵器で、これの航続距離はペイロードと搭載燃料によるが数千キロのものもあり、1回のフライトで目標の最大15キロ上空で20時間以上空中駐機することができるものもあるんだ。通常は地上の人々の耳では聞くことができず、視界から外れていて、無人航空機は、目標撃滅のための情報収集及びオペレーターの誘導のために、高解像度ビデオカメラを備えており、無人航空機は、衛星を経由できれば地球の裏からでも操縦できるみたい。このため人的損害を回避して作戦を行うことができるな。多くの場合、オペレーター以外の情報収集分析を実施する部門からの支援を受けているぜ。目標の選定、飛行経路、撃破時刻などの決定は組織的に行われていて、GPS やレーザー誘導により攻撃型無人航空機の弾薬の命中精度が向上し、小型機であっても敵の兵器を撃滅することができるようになってきたよ。また軍事においてさえ、サンディと呼ばれるダル退屈長時間監視、ダーティー汚い核生物化学汚染環境の行動、デンジャラス危険航空劣勢空域での戦闘な任務遂行は嫌がられ、装備の無人化はより一層進むと考えられるね。さて、それじゃあ現用の攻撃型無人航空機について紹介していくよ。まず、ジェネラルアトミックス社の MQ-1C グレイイーグルは、中高度長時間対空無人航空機で、アメリカ陸軍向けに MQ-1 プレデターの、アップグレード版として開発されたものなんだ。MQ-1C グレイイーグルは、各師団の戦闘航空旅団に所属し、師団の火力、戦場監視旅団、旅団戦闘チーム、陸軍特殊作戦部隊、空中戦火拡張大隊を支援していて、MQ-1C グレイイーグル小隊は、戦術的自動着陸システム2機及び、地上支援型衝突回避システムを組み込んだ。地上支援装置1機を含む自動離着陸システム1機を装備しているよ。今のところ機体搭載型衝突回避システム ABSA エアボーンセンス&アボイドの完全実現はできないから、地上システムと連携できる空域で使用されているんだけど、早期に空域統合へ踏み出したいとされているね。6月2日のロイターによれば、バイデン政権はウクライナに MQ-1C グレイイーグルを4機販売しようとしていて、これによりウクライナは、これまでの機種よりもはるかに大きく、より高度で重武装な攻撃型無人航空機が使用できるようになり、ロシアとの戦いを優位に進められる可能性があるんだ。また、MQ-1C グレイイーグルはウクライナが現在使用しているバイラクタル TB2 に比べて、携行ミサイル重量が2倍で、対空時間も約2倍になるよ。MQ-1C グレイイーグルの所言について教えて。MQ-1C グレイイーグルは、重量360キロ、長さ 8.5 メートル、全幅17メートル、高さ 2.1 メートル、最大離陸重量1633キロとなっているよ。また、最高速度は時速309キロ、対空時間は25時間、実用上昇限度は 8.8 キロ、高度7600メートルまでなら36時間運用でき、航続距離は200海里400キロだね。武装については、ミサイルが AGM-114 ヘルファイア空対地ミサイル4発、または AIM-92 スキンガー8発なんだ。ヘルファイアは主に対戦車ミサイルとして使用され、スキンガーは携帯式地対空ミサイルだね。爆弾は GBU-44B バイパーストライク誘導爆弾4発を搭載しているよ。
次に MQ-9 リーパーだけど、MQ-9 リーパーはアメリカ空軍の主要な偵察攻撃無人航空機で、リーパーとは英語で刈り取るものや死神などの意味なんだって。アメリカ空軍の第556試験評価飛行隊は2020年9月10日に MQ-9 リーパーの持続攻撃任務を強化するため、AGM-114 ヘルファイアミサイルの実弾8発を搭載した。MQ-9 リーパーの初飛行を行っていて、2020年末までにソフトウェアがアップグレードされ、このソフトウェア以前は、MQ-9 リーパーは2つのハードポイントを使用して、ヘルファイアミサイルを4発搭載すると制限されていたんだ。けど、新しいソフトウェアにより以前は500ポンド級の爆弾や燃料タンク用に予約されていた。ハードポイントにヘルファイアを柔軟に搭載することができるようになったよ。ウクライナは、米国の MQ-9 リーパーを取得する可能性があると言われていて、バイデン政権は今までウクライナに、戦車やジェット戦闘機などの、重火器が紛争をエスカレートさせることを懸念して、携帯用ジャベリン対戦車ミサイル、スティンガー対空ミサイル、小型のスイッチブレードなどの小型兵器を提供してきたが、バイデン政権はより高度な武器を供給することを計画しているようだぜ。MQ-9 リーパーはバイラクタル TB2 と比べて翼幅で 1.7 倍、重量は約8倍で、MQ-9 リーパーの速度は2倍で、航続距離は6倍となっているよ。MQ-9 リーパーの航続距離はウクライナからモスクワまで攻撃できる距離だね。バイデン大統領はウクライナがロシア国内を攻撃できる兵器は渡さないと言っているが運用次第というわけだな。MQ-9 リーパーは実戦ではアフガニスタン、イラク、シリアなど敵が有効な防空組織を持っていない地域で使われてきているんだけど、ロシアの防空組織はバイラクタル TB2 に対して有効に機能していないと思われ、これはロシアの防空組織が低速目標に対応していなかった。超音速ジェット戦闘機とバイラクタルとの速度差がバイラクタルに有利だったことが要因として挙げられているね。とはいえ、MQ-9 リーパーとは速度差が縮まるから、バイラクタルと同じように有利であるかは、実戦次第じゃないかな。死神って名前はかっこいいけど、現実的にそのゆえんを考えるとちょっと怖いよね。MQ-9 リーパーの初言はどんな感じなの？ MQ-9 リーパーの初言は、重量2223キロ、長さ11メートル、全幅20メートル。高さ 3.8 メートル、最大離陸重量4760キロ、燃料容量1800キロ、ペイロード1700キロ、内部400キロ、外部1400キロとなっているよ。また、最高速度時速482キロ、巡航速度時速276から313キロ、航続距離1900キロ、対空時間14時間、実用上昇限度15キロ、運用高度 7.5 キロで、AGM-114 ヘルファイア空対地ミサイル最大で4発。または AGM-114 ヘルファイア4発と GBU-12 ペイブウェイ2レーザー誘導爆弾230キロ2発、GBU-38 統合直接攻撃弾230キロも搭載することもできるんだ。次にジェネラルアトミックスのモハーベは、開発中の短い離着陸 STOL が可能な無人航空機で、2021年12月9日に初めて発表されたよ。ジェネラルアトミックスによれば、モハーベの任務は偵察近接航空支援、武装オーバーウォッチだね。武装オーバーウォッチって？武装オーバーウォッチとは軽攻撃武装偵察とは違って完全に独立した取り組みだな。武装オーバーウォッチは、小規模な特殊作戦チームに情報、監視、偵察の生情報を渡し、通信支援、近接航空支援を提供することだぜ。モハーベの初言だけど、長さ9メートル、全幅16メートル、最大離陸重量3175キロ、燃料容量1610キロとなっているよ。また、航続距離4600キロ、対空時間25時間以上で、最大16発の AGM-114 ヘルファイア空対地ミサイルを搭載可能なんだって。お次はスイッチブレードだね。米軍の複数の兵科で使用されるミニチュア空中中期弾薬で、肺脳に収まるほど小さいスイッチブレードは、発射管から発射され、目標地域に飛び、目標に衝突し爆発性弾頭を起爆するんだ。スイッチブレードという名前は、チューブ内で折りたたまれているスプリング開放翼が、飛び出すとさっと広がることに由来していて、2011年に発表された。オリジナルバージョンが対人のスイッチブレード300で、2020年に対装甲目標のスイッチブレード600が発表されたよ。2022年3月16日、ホワイトハウスはウクライナへの8億ドルの、軍事援助パッケージの一環として戦術的無人航空システム100セットを、ウクライナに提供すると発表していて、このセットは10機のスイッチブレードと、地上発射制御システムを含んでいるみたい。パッケージには対人スイッチブレード300と対装甲スイッチブレード600の両方が含まれていて、国防総省はウクライナに約700セットのスイッチブレードを約束しているんだって。
また、2022年4月21日ペンタゴンは、アメリカ空軍が開発した秘密主義の、新しい無人機をウクライナに供与していて、それは非常にうまくウクライナ軍のニーズに合っているんだ。このフェニックスゴーストと呼ばれる無人機はスイッチブレードと似た兵器で、少なくとも121機の新型フェニックスゴーストをウクライナに引き渡すと発表しているよ。さらに5月6日には約20人のウクライナ兵が、アメリカ空軍最新の、フェニックスゴースト運用訓練を終了したと発表しているね。スイッチブレードは対空時間が1時間未満だが、フェニックスゴーストは垂直に離陸し、6時間以上飛行して目標を捜索または追跡し、赤外線センサーを使用して、夜間に動作することができるとされているな。さて、アメリカ軍の無人航空機システムは過去20年で、指揮官の情報収集方法、戦闘方法を変化させてきたよ。無人航空機は、有人機よりもはるかに安価かつ効率的に情報収集し、通信中継、目標補足、最後に攻撃する流れで、対テロ組織との戦闘において、無人航空機が非常に有益な装備であることが証明されているね。2020年から現在、アルメニアとアゼルバイジャンのナゴルノカラバフ紛争。しかし、ウクライナロシア戦争といった国家と国家の戦争において無人航空機の役割は急激に増大しているよ。無人航空機の役割が対テロ作戦から、国家対国家の戦争へと変化する中、無人航空機が大規模戦闘を行わなければならない可能性が高まっているな。無人航空機システムは、マルチドメイン作戦における生存性及び、殺傷力の向上に不可欠な自律性、分散性よ、ペイロード、APNT 正確性、後方、発射時期調整、オープンアーキテクチャ、ネットワークという6分野を考慮して横断的に開発が行われているんだ。現在の主な開発の方向は、まず一つ目に、FTUAS フューチャータクティカル UAS 将来戦術無人航空機システムで、飛行場や大規模な地上支援装置を必要とせず、展開及び起動が容易なシステムの開発だね。次に二つ目が SUAS スモール UAS 小型無人航空機システムで、大体レベル以下の機動部隊が必要とする状況認識能力を向上させるため、短距離、中距離及び長距離偵察無人航空機と並行的に、携帯地上管制装置の開発が行われていて、すべての SUAS に共通するハードウェア、およびソフトウェアの供給を目指しているんだ。三つ目が ALE エアローンチとエフェクト空中発射型無人航空機で、陸軍は、将来型空挺偵察機のような有人ヘリコプターから発出できる小型で、消耗可能な無人航空システムを開発したいと考えているようだぜ。この ALE は有人航空機の前を有人無人チームとして飛行し、データリンクを介して有人航空機に情報監視偵察の生情報を提供し、運動兵器と非運動兵器を使って目標と交戦するようだな。そして最後に SCI スカラブルコントロールインターフェース拡張型制御インターフェースで、このインターフェースは、マルチドメイン作戦環境での総合運用性と作戦遂行能力を、著しく向上させることになると予想されているよ。SCI は、無人航空機システムの指揮運用のための共通インターフェースを提供し、ペイロード制御を簡素化して、単一の操作員による複数機の複雑な運用を可能にするんだ。この一体多数運用構想は、その実現の一歩手前のところまで来ているようだね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録、よろしくね。